皆様少しお休みになれましたでしょうか。私も短く休んでまいりました、後半に戦頑張ってまいります。1曲目はチャイコフスキーの作曲した懐かしい土地の思い出という小曲集の中からメディテーション、瞑想曲をお聴きいただきます。この懐かしい土地の思い出からは前々回でしょうか、メロディーという曲も演奏させていただきました。チャイコフスキーという人、言うまでもなくバレエ音楽で大変有名な方ですけれども、バレエ音楽だけではなくて素晴らしいシンフォニーもたくさん書いてくださっていますし、バイオリンのコンチェルトも本当に名曲中の名曲、美しい曲を書いてくれています。この今から弾きますメディテーションは、もともとチャイコフスキーがこのバイオリンコンチェルトの2楽章のつもりでスイスで書いたと言われております。でもなんとなく短いかなと思ったのでしょうか、またあるいは新しい発想が生まれたのでしょうか、この曲ではなく、バイオリンコンチェルト用には2楽章を作曲いたしまして、この曲は他の2曲とともに商品集として、完成させたという曲です。チャイコフスキーらしい本当に美しいメロディー、そして今日一緒に弾いてくださっている島田さんが奏でてくださる、もう本当に美しいアレンジというんでしょうか、伴奏の部分がもうオーケストラをまさに聴いているような本当に美しく響きます。私たち演奏家というのは、私は楽譜を読んで、そしてその中にある物語であるとか、それから景色であるとか、そういうものを自分の中でよく噛み砕いて、そして皆様に語り部としてお伝えする、そういう役目なのではないかなと思っていつも奏でています。皆様の中でこの今から奏でる音楽が本当に物語であったり、ご自分が生きてきた中でいっぱい感じてきたものが本当にもう一度巡り巡ってくるような、そんな時であるように演奏させていただこうと思います。ではお聴きください。Thank you.